どうも、お疲れ様ですえ。今回はですね、私の熟成さんの最近のアフィリエイトが決まった例をお話しようと思います。二人出てくるんですけども、この方二人ともね、今まで、あの、YouTube を通じたオンラインサロンをやっていたんですけども、売り上げが上がったことがずっとなかったんですよ。で、集客をして商品を販売する。これはやってるんですけどもね、やっぱり売り上げがきちんと上がったってことはなくって、 で、えー、なかなかね、えー、厳しい戦いを挑んでるなってところで私がねこの第一生命のネオバンクとそれからみんなの銀行これを抱き合わせで2500円儲かりますよみたいな形で自分の動画をフォローしてくれてる人に紹介してみたらっていうふうなお話をしたんですよそうするとねこの2人からね同じ答えが返ってきましたいやいやセールスとかをやっちゃうとそういう色がついて自分たちの視聴者さんから嫌られちゃうんでだからちょっとやりたくないんですっていうね同じように、えー 答えが返ってきたんですので,でそれに対して私はこう言いましたいやいや商品売ってるんでしょとだから自分の商品を売る時に必ず銀行口座って必要じゃないですかその時にお互いに振り込み手数料がない銀行の方が有利でしょしかもこの銀行口座を共通して、えー、解説すると最初っからお金が入ってるって形なんで多分視聴者さんファンの方は喜びますよっていう風にお話したんですよ でそのための動画を作ってもらって流してもらったんですよね今まで売り上げは全然上がったことがなかったんですけども、まあ、1週間でね10件以上の売り上げが上がったってことになりまして、まあ、まんまとね1万円から2万円の間で2人ともあの報酬が上がって売り上げはね今まで全然なかったんですけども初めて売り上げが上があったっていうふうに2人とも同じ反応してくれましたねだからあの吉田さんもいろんな形でねあの第一生命のネオバンクの 動画とかサムネイル作ってらっしゃると思いますけどもあのどの角度でどの切り口でいくかっていうことによって印象ってだいぶ変わるんですよね、えー、私はあオンラインジムをやってますとオンラインサロンをやってますとその中で商品を売る場合があるんだけどもその時に振り込み手数料がかからないような銀行口座をお互い作りましょうとかねそれからこの銀行口座を開くと最初からお金が入ってるんでもうそもそも プラスなんですよっていうことでね、えー、お話を進めてもらって、そのためにはこういうふうにやるんですよと。特に今回2つ抱き合わせだったんで、2500円最初から入ってるっていうね、しかも2つの銀行が作れちゃうみたいな。運転免許1個で。で、手間っていうのは1個作ったら2個目もポンポンと進みますんで、だから10件以上ね、1週間で決まるだろうってことだったんですけども、商品今まで売れたことがないとかね、動画にコメントまともについたことがないとか、ダイレクトメッセージが来たりとか、メールでなんかお問い合わせがあったことなんてもう全然ないみたいな人が売り上げ上げたみたいなね。そんな例がありましたね。 それからハワイで衣装売るっていう話だったんですけども、これは私ターゲティングしたんですよ、えー。というのが、あの、ハワイに来て喜んでお金を払う人の心理っていうのは何かなと思ったら、まあ日本語を話す日本人が、日本語が通じる現地の人みたいなのとコミュニケーション取りやすいだろうなと。で、しかもその人から低価格のものでもね、なんか勧められたら買うんじゃないかなと思ったんですよ。で、私が、あの、現地の人間にね、 日系世になりきって片言の日本語で日本人観光客に対してセールスをしたんですよね。これはラッキーストーンですよとこれはあの8個のハワイの島から集めてきてものすごく今現地で売れてるんですよと。であなたは日本人でしょと私もあのお父さんが日本人だったんで日本のことよくわかるんですよとか京都でしょ広島でしょ帯広でしょ北の国からでしょ男はつらいでしょみたいなことを並べるとねもう警戒心を解いて、あの。 まあ仲良くくなってくれるんですよで日本人観光客って案外現地の人と喋りたいくせに英語は難しいんですよね。<laughs> ですんで私みたいな片言の日本語で喋ってる日系2世みたいなのは まあすごくいい練習材料だったんじゃないですかね。で、販売した商品が、ラッキーストーン、5個あ、8個まとめて、5ドルですから、500円ぐらい、当時の値段で、ね、ポンポン売れますよね。1時間で20個ぐらい売れて、まあと私はね、2時間働いて2万円をゲットして、それを1週間繰り返して、旅行中の、しかもあの、入社前研修ってやつがね、私のあ唯一、就職した会社にありまして、<laughs> そこの入社前研修で、まだ当時大学生だったんですけども、来年入社予定の私が、 招待されたこの旅行でね毎日毎日2万円稼いでまあまと楽しくその日々を過ごしたっていうことですよね懐かしいですねあれはね、うん、その後ね、あの何年かして私のね、全国暗記の途中にだから2018年だったと思いますけども代々木公園で熟成さんの前で石をね、今度はね、600円で売ったってやつがあるんですよしかも2個 <laughs> あのそれが面白いのは 全然、縁もゆかりも知らない人がそこにいてね、代々木公園にいて、で、落ちていた石を拾ってその人の目の前で、これ600円ですって言ったんですよ。売れるわけないと思うんですよ。これ売れたんですよね。しかも、あの、二つ目買いませんかって言って同じ人がね、二つ買ってくれたんですよ。おお買う、買うみたいな感じでね、1200円もらって、熟成さんをびっくりさせたっていう話ですよね。まあ、なんと言いますかね、商売ってのは、 売れなければ今日食えないっていうところに原点があると思うんですよそれこそ男はつらいのトラさんみたいに売れなければホテルに泊まることも旅館か旅館に泊まることもできないしあの二級酒を飲んでね眠りにつくこともできないとスキッパラ抱えて野宿しなきゃいけないっていうまあそんな状況だと思うんですよねでそんな中で何としても売らないといけないときに、えーまあ、どのようにね人の気持ちを動かしていくかってことなんですよね まずは掴みですよね自分の話に興味をもらっ持ってもらって話を聞く体制に目の前の人を陥れることその後自分のペースでその人に一つのストーリーをね、えーまあ、提案してそのストーリーの中に巻き込まれて最終的にはお金を払いたくなるなみたいな心理にさせていくってことなんでしょうね、まあ、商売ってのは結局その連続じゃないかなと思うんですよ、うん あのやっぱりね高級スポーツカーだって売れるわけじゃないですか何で売れるかっていうと高級スポーツカーに乗ったらいかに気持ちがいいかとかねいかに羨望の眼差しで自分は見られてるのかとかっていう自己顕示欲とかあの人からの称賛じゃなくても自分が人生でこれを掴んだんだっていう風な満足感のためなんですよねそれは所有権が自分に移らないと起きない感情だと思うんですよだからじゃないかなそれをだからセールスマンは上手に表現してあなたにそういう未来が来るんですよってことをお伝えするだけなのかなというところですかねあじゃあいってらっしゃい